皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、えー、今回なんですけれども、まあ、メンテナンスが終わりまして、えー、お知らせと、まあ、ガチャガチャが来ておるというところなんですけれども、まずちょっとね、お知らせ見ていきましょう。ようやく来ましたね。えー、連合対抗戦のご案内というところで、えー、まあ、ちょっとだけですけどね、えー、詳細出てます。時期的には5月の末、 下旬かな下旬頃というところで、おそらくは、うんと、4週目の水木金あたり、えー、になるんじゃないかなと思うんですけれども、ここに書かれているように、今回は名属性の特攻というところで、えー、その辺も詳細明らかになっておりますけれども、そしてガチャガチャが来ておる中で、新キャラが 名属性というところになってます中身見ていきましょう。この3キャラですね。エルヴィン、ミケ、ペトラというところで、この3名が実装されておりますけれども、まずはエルヴィンから。前衛の名特攻の攻撃型というところで。 もうほんまあのー、あれですよね、えー、連合対抗戦に向けて、えー、リリースされたというか、えー、実装されたキャラに、えー、今のところなっているのではないかと思います、えー。スキル見ていきましょう。スキル1に関しては単体で、このね、もう最近ダメージのね、えー、と火力のぶっ壊れ具合がね、どんどん進んでいるんですけども、あの条件があるとはいええー、標的補足の名、えー、ですね、まあ、紫に、えー、なれば、 うん、2600と。<laughs> まあ、ダよると、出すビンと, <laughs> というところに、えー、なっておるようです。えー、スキルに関しては単,単,ー単体攻撃で、で、ここで、えー、と標的補足を入れれるというところになっているんであ、ここに関しては後衛の力を借りずととも、まあ、団長なんで一人で完結できると, <laughs> というところに、えーまあ、なっております。この辺でね、えっ、ー、と、あ 入れた後にスキル1打つというところになってくるのではないかなと思いますでスキル3に関してはまあ、全体というかまあのラン,ランダムで攻撃するみたいなので、えー、加えてその標的補足状態ですと、えー、多少ねダメージも上がったりだとかそんなのもあるみたいなので で、加えてクリティカル補正もあるというところでー、ダメージのそれで言うとかなり出すという感じにはなってるんですけれども、まあ、なんせ、あのー、連合対抗戦が紫なので、まあ、そういった意味でも、この辺はね、えー、欲しいキャラには当然なってくるのかなと思います。 えそして二人目に関してはミケというところで、ミケからは光栄となってます。光栄の攻撃型の PVP 体制になってるんですけども、まあ、これがちょっと面白いね、支援スキルになってて、まあ、スキル1はまあまあいいとして。あ、でもバトル開始時だから結構、うん、ありがたいのかな、というような感じ。えー、スキル2が、えー、連合対抗戦でのみ、えー、っと、発生する発生するというか、発動するか。 えー、支援スキルになってるんですけれども、まあ、これがね、あのー、何余ダメージ余ダメージが1.5倍ってとこなんで、えー、連合対抗戦に関しては、この光栄キャラを持っていくっていうのは、うん、まあ、お持ちの方は必ず連れていくんかなって、えー、<laughs> 思うんですけれども、ああ、来たね、こういうのが。まあ、その辺に関しては、えー、今後の、えー、連合対抗戦ですね。えー、連合対抗戦模擬戦え模擬戦ちょっと待ってくださいね。 <laughs> えー、そうやね、模擬戦やね模擬戦で、うん、結構使えるキャラにはもちろんなってくるのかなと思います。えそして3人目に関しては、えー、っと、光栄のペトラというところで、えー、青ぞ青体制の支援型となっております。こちらは、まああの定数アップの攻撃力があって、 でえー、っと、能力ダウンですね、えー、状態上、えー。これをいずれかというか、えー、2回成功するごとに、えー、攻撃が1.5倍になるとあいう感じ、えー、なっておりますと。えー、以上3名ですね、えー、実装されておりますが、まあ、あの、とにもかくにもエルヴィン、これのガチャガチャに関しては、まあ、目玉やね。うん、<laughs> もう完全に連合対抗戦を。 視野、えー、に入れたキャラにはなってくるかなと思うんですけども、まあ、見ての,の通り、意思がね、あんまないんで、とりあえずね、あの味見程度に、まあ、十連して、まあ、とりあえず、わい子は3枚引,くの引っこ抜こうと、ふ <laughs> ふ、えー、思っております。まあ、最近ね、もう全然ね、あの、演出もこんな感じでね、う,うんともすんともね、エレン君がね、言わないんでね。<laughs> これはね、ほんま、困ったもんだよ、エレン君。 もう最近のガチャガチャ全然面白くない。正直。<laughs> まあ、こないして10連とりあえずやってますけど、まあ、当たる気配は一切ないぞ。ああいうところで、えー、今回ばかりは、今回ばかりじゃない。今回も、あの、ダメな雰囲気しかしないんですけど。ただ、あの、名属性というところで、うん、先ほども言ったように、連合対抗戦を試合に入れた中では、うん、まあ、必須級のキャラには、まあ、なってくるのかなと思うんで、 えーは、まあ、ね、もう最近ガチャガチャ多い見てこれ。これ。これ。<laughs> これピックアップの送信何ガチャでも1、2、3、4。4つあるからね、うん。ちょっとすごいな。<laughs> 新キャラのラッシュが止まんないんですけど、まああの、動画出す身としてはありがたいっちゃありがたいですけど、まあ大変よね、これ。<laughs> というわけで、ま、ああの、こっそり10連なんかしたような気がしなくもないんですけど、ま、なんかあったかと言われると何もなかったってやつで、はい。えー、とりあえずはあ、あの、性能のチェックと新キャラですね、えー、見ていったのと、あまあ、あその連合対抗戦のね、えー、中身ですね、ちらっとだけ出てたんで、えー、紹介をさせていただきましたけれども、5月の下旬というところで、ま、あ確かに、確かにというか、まあ、おそらくは、あの、先ほど言った日程、 じゃないかなとは思うんですけれども、まあね、それに向けて、名属性ですね、えー、育成ですね、ちょっと頑張っていきたいなと思いますので、えぼ、ー、ちぼちで、ね、皆さんも、まあ、頑張っていきましょうとああいうところで、えー、今回の動画は、これにお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。